真っ白な空の下、さらさらと降りしきる雪が世界を冷たく染めていた。立ち並ぶのは数多の塔、その上を小さな機械が一つ、20の記憶を乗せて飛んでいく。ようやくここまでたどり着いたわ。機械は懐かしく思う。ケージをずっと守ってくれたあなたとの奇跡を。少女と怪物が喪失を埋め合った旅から、二人の高校生が対立の先へ向かった旅。その途中、あなたはたくさんの記憶の物語と出会い、修復してくれた。物語の深い部分を垣間見るほど、自分自身が傷つくこともあったはず。それでもあなたは目を背けず、刑事のみんなを愛してくれた。機械はゆっくりと記憶領域をたどり、思い返していく。目的に向かって度重なる戦いに身を投じる日もあった。同胞と力を合わせ、神のごとく巨大な敵に立ち向かう日もあった。戦いを通じてみんなは成長し、生きる術を身につけていき、その中であなたはいつも刑事のみんなの背を見守ってくれた。ねえママ、本当にここが地球なの？機械は自らの中で響く声を感じる。そろそろ旅路に戻らなくてはいけない。みんなと一緒にこれから最後の使命を果たす。最後の、そう、最後の。だから機械は願う、残りわずかになったみんなと共にできる時間を大切に。旅路の果てへとたどり着けるよう祈っていてほしいと。あなたにありがとうを言うにはまだ早いわね。それじゃあ最後までよろしくね。